えー、今日はね重大なお知らせっていう形でやっていこうかなって形で思うんですけども<い>、まあ、タイトルとサムネイルも、まあ、重大なお知らせっていう形でやっていこうかなっていうんですけど、まあその理由がね、うん、あの今日はね9.11の同時多発テロの話題をやろうかなっていう形なんでそのね話題を、まあ、扱ったらまあ広告がつかなかったんで9.11の同時多発テロっていうタイトルをつけれないんで、まあえて重大なお知らせっていう形のタイトルで まあ、バレなければいいなって形でやろうかなって形でいうことですけどもなるほどうんまあ一応まあ9.11に関しては、まあ、研究者とかねまあジャーナリストとかがまああるいはそのアメリカ政府がう嘘をついてるって形で訴えられてる人もまあいるんですけども陰謀説みたいなやつですねそうですねまあこの安倍晋三さんが銃撃事件とかでもまあこれはもあ,あくまでも日本政府が発表した感じではまあ山口容疑者だけが犯人って形で言われてるんだけども、うんえー、アメリカのほうもね あのアメリカ政府がまあ発表したことがまあ正解って形ではなっていてただまあこういったことに関してはまあ疑惑を述べている人も何かいているのでまあ,あくまでもこれはまあ疑惑の1つでって形でまその辺をね扱っていこうかなって形でまずこの1つ目にワールドトレードセンターの崩壊直前の選考なんですけどもこれはそのワールドトレードセンター2機目の飛行機が110階建ての78階から84階の部分にま衝突をしてね 崩壊する時の映像とか写真を見ると崩壊部分よりか下の階のフロアに激しい閃光が何度も見えるって形でさらにね崩壊している場所よりも下の部分でビルの壁から水平方向に壁が吹き出しているって形でねでこの崩壊部分よりか下のフロアが誰かによってね段階的に破壊されたんじゃないかって形で推測されてるって形でね まあ実はこのドキュメンタリー番組とかでも崩壊映像とかを分析した放送とかで精密機器とかを用いて崩壊映像とかを爆発音と比較したところまあ南タワーが崩壊が始まる前に4度の爆発音があって崩壊中にも一度ね爆発音が確認をされているという形でえまあ南タワーの67階とかにいたエリオット氏の証言によるとまあ消防士とすれ違う時に 下の階から爆発音が聞こえたって形で答えていて、うん、まあそれがまあ大体まあ60階ぐらいちゃうかって形でまあ答えてたんだけれどもいいまあさらにこの第1ビルの94階から98階にま衝突をしてでまあその最後に脱出をした作業員のロードイギリゲス氏はまあ地下で爆発が起きて、まあ、その直後に上空で飛行機が衝突をしたって形で証言をしたりって形でね。うん さらにこの地下から1階に上がるエレベーターからは、まあ、非常にね火けを負った男性が飛び出してきたっていう形で、まあ、これがまあ1つ目の疑惑として、えー、言われてるという形でねさらにこの2つ目の疑惑としてはパンケーキ現象ってことなんだけどもこれはそのアメリカ政府の発表では衝突した2機の機体からモニ、まあ、た燃料が引火をして、まあ、機体が全焼して、まあ、ビルの鉄骨も溶けてパンケーキのように、まあ、重みに耐えられなくなってぺちゃんこになったっていう形で これがね、まあ、パンケーキ現象って形で言ってるんだけれども。なるほど。ただからこの南東ワの崩壊映像とかでは、建材がまあ斜め上方向に飛び散ったりとか、窓枠とか鉄骨とかの破片とかも確認ができたんで、うん、まあこれがそのパンケーキ現象だったらまあ上から下に潰れるだけで、 上方向には飛び散らないっていう形で、この辺もちょっとまあ矛盾しているっていう形でね、つまり、だから何かね、その爆薬かなんかが使わなければ、ああいった飛び散り方はしないだろうっていう形の、まあ、疑惑っていう形で、おかしいんですね。まあさらにこれ、南タワー付近とかでは、真っ黒焦げの車とかがあって、これはその爆破による熱の可能性が高いっていう形でね、うん、まあそういった形でのまあ疑惑があるっていう形で。 さらにこの3つ目の疑惑としては、爆破のま証拠というか、まあ、これはその現場で採取をされたビルの欠けとかから、まあ、火薬が使われている痕跡がまあ専門家の分析とかで分かったという形で、<ー>えこれはそのブリガム・ヤング大学のジョーンズ博士が、まあ、この、ね、がれきを調査をしたら、まあ、フッ素とか漫画のような、まあ、通常の解体現場とかでは検証されないような まさにこの,そのアルミニウムとかイオとかが残料してたんだけれども、うん、まあこれをね3,000度ほどで加熱をすると高、まあ、熱と、まあ、強い光を発するっていう形で。 まあ主にこの溶接とかにもまあ使われるような物質とかで、まあ、通常の火災とかでは起きないような現象というところでね実際この調査結果を公表しても特にもアメリカ政府からはまあ反論がないという形で、えー、言われているねはいまあさらにこの4つ目の疑惑としては火災で起きた、ね、タワーとかにできた亀裂から、まあ、神の長い女性が手を振って助けを求めている映像とかもあるんだけども、うん、これがその政府の発表とかでは高熱で溶けてパンケーキになったという形で公表しているんだけども それだけまあ高熱で熱い状況なのに人がま飛行機が衝突した穴からま助けを求めているっていう形で、うん、えだからま鉄骨が溶けるような高温の。 暑さなのに窓際の方まで行ってね、移動してきて来たってことは、まあそんだけ凍るんじゃなかったっていうことがまあ分かるってところでね。まあ人やったらすぐ死んでしまうような状態だとそうですね、ただまあこの人はまあその直後に放火に飲み込まれて亡くなっちゃったんで、まあ、証言としてはいないんですけれども、はいはい、まさらにこの5つ目の謎としては、まあ、飛行機の燃料とかでは鉄骨は溶けないっていうことで、これはそのワールドトレードセンターの鉱材がまあ溶けでね、 流れている映像とかもありますけども、うん、このワールドトレードセンターの鉄骨が溶けるのはまおかしいということで、まあ、これはそのジェット燃料では燃焼しても260度しかま出ないという形で、はい、だから、鋼材の融点の1630度をどんな条件を与えてもまあ超えるわけがないという形で、つまり、ね、その別の要因で鉄骨が溶解されたことになるというところでね。 56階建ての高層ビルが17時間かけて26階部分を焼き尽くした火災があったんだけども、まあ、その火災でもビルは崩壊しなかったっていう形でこれまでその鉄骨にある高層ビルが火災によって崩壊したことはなかったっていうところでね天文家の意見とかでは、まあ、金属酸化物と金属アルミニウムとの 粉末混合物による着火があったんじゃないかって形でまあ分析をしているということですね。さら、ねまあ、にこの6つ目としては、まあ、飛行機に装着をされているまあ筒状の物体ってところで、まあ、これはその南タワーに衝突をする飛行機には筒状の物体がまあ装着をされているのが確認できたとてうことで、うん、まあこれがその軍事用のミサイルを装着してるんちゃうかって形で、まあ、軍事専門家とか、ね、そういった人たちの意見ではまあ,あるっていう形でね。にこの7つ目が これがそのまあ最もありえないって形で言われているんだけども、これがその第7ビルの崩壊っていうところで、これはね、47階建てのビルで9.11の程度で一番まあ注目されてないんだけども、日本とかではね全然報道されなくて、ただ、これが一番ありえない崩壊事故って形で言われていて、ワールドトレードセンターの第1ビルと第2ビルのツインターンだけがまあ注目されているんだけども、この第7ビルの崩壊が一番まあ不自然な形での崩壊というところで、政府の発表とかでは周囲の火災の影響で崩壊したって形で、 発表してただこのツインタワーとはまだいぶ離れた場所にあって第7ビルよりもツインタワーに近い周りのビルとかは全然まあ崩壊とかを免れているのにあそのビルだけが第7ビルだけがまあ完全崩壊したって形でね、うん、実はこの第7ビルの所有者っていうのは事件の6週間前にシルバースタイン氏がリース権を所有しているって形で,でこのシルバースタイン氏はアメリカのドキュメンタリー番組とかで消防署長からもまあ鎮火は無理だって形で聞かされたんで 多くの人命が失われてしまって、おそらく最もそのスマートな方法は、ビルを解体することでしょうって形で、まあ、答えたって形で、へ<ー>まあそれでこの消防隊員がまあ解体をまあ決定してね、まあ、ビルの崩壊を見届けたって形のまあ答えだったんだけども、はいただまあこの発言がねちょっとまあおかしすぎるだろうって形で言われて、時、うん、にね、このシルバースタイン氏はまあ発言を訂正して、まあ、解体じゃなくて、消防士に避難するように。 まあ伝えたって形でまあ訂正をしたんだ、けどもただこのそもそもね消防士が解体作業をするわけないし、ただ、このスルバースタイン氏がまあ消防署からまあその連絡を受けたのは、すでに周辺から消防士がまあ退避をした後っていうことだったんで、これは矛盾してるし、実はこの第7ビルっていうのは、テロ発生の3日前に警備の都合でまあ建物からね一斉に退去をさせられたって形のまあこともあったりとかして、いろいろとまあおかしい事件があったっていう形でね。 だからまあこの時におそらくまあその爆薬が仕掛けられたんちゃうかって形の疑惑とかも持たれ,られてるんですねまあ何か仕掛けてあったんでしょうけどね、ここまでおかしいってことは。もともとの周りのビルがそれほど影響を受けてないっていうところもあるんで、うん、まあその辺でまあ疑惑を持たれているところもあるっていう形でね、ねしかもその完全崩壊ってところがいろいろとも言われていたりとかするんですけれども、さらにこの8つ目の疑惑としては、まあ、このビルの、ね、崩壊なんですけども、約4.5秒でまあビルがね、 完全に倒壊してるっていう形で、うん、まあこれはね、まあ、かなりそのありえないスピードでまあ崩壊しているっていうところで、第7ビルの高さから撤去を落としても、空気抵抗とかで約5.6秒ぐらいまあかかるってことなんだけども、だからまあその真空状態での,まあその落下スピードとまあ同じ速度っていう形になるんで、うん、あの爆破をして真空状態にしたんちゃうかっていう形で、疑われているようですね。はあ、早すぎますもんね、崩壊が。そうですね。 まあいろいろと、ここに関しては疑惑があるんだけども、そのままねま、疑惑のままで終わってしまったという形ではありますけども、さらにこの9つ目の疑惑としては、ペンタゴンが公表したまあ衝突写真という形で、そもそもこの飛行機がね、衝突そのものがなかった可能性がまあ指摘をされていて、いろんな疑惑がまあ浮上したんだけども、それでまあペンタゴンに衝突映像を公開するように、民間団体からまあ要求されて、その監視カメラ2台の映像をまあ公開したという形でね、うん。 ただこの航空機とは確認できる物体というのはまあ確認できずに一緒にしてペンタゴンが炎上しただけでっていう形でね、まあ、この時の,その飛行機の速度っていうのが時速852キロで秒速が237メートルで衝突したって形でまあ説明してるんだけども、うん、まあそれでこの映像っていうのは0.5秒で一コマの映像でまあ撮影されたものだから高速のね航空機が映らないって形でまあ説明してるって形でね、うん、まあ通常ああ iPhone とかのまあ映像とかだったら基本的にね 30fps とかで、まあ、1秒間に30フレームの映像がデフォルト設定とかになっていて、はい、60fps とかにも切り替えることができるんだけども、うん、ただこの防犯カメラとか監視カメラっていうのは基本的にまあ長時間撮影とか録画することが目的って形でされてるんで,で、ね、1>, まあ1から 5fps が一般的っていうところで。 まあそう考えると0.5秒間で一コマの映像っていうのは 2fps だからまあ一応まあそこまでまあ矛盾した数値にはならないんだけども、はい、一応これがアメリカの国防総長の本庁舎だからね防犯カメラとかもその安っぽいカメラとかを使ってないんちゃうかっていうところでまあその元ね高性能なカメラをまあ設置してるんちゃうかってところでまあ疑惑もまあさらに深まったって形でねあまあそれは威圧いい使ってるでしょうけどまあこれにてペンタゴンのねつ造疑惑がまあ浮上したって形でねえ言われているようですけどね、うん。ははい、はい、はいいさらに 政府の発表で航空機の、ね、侵入経路がラムズフェルド国防長官の執務室がある方向から来たんだけども、まあ、それを避けて一度も通り過ぎてからま急旋回して逆方向からぶつかっているって形なので、うん、だからまあそのテロリストが国防長官の執務室をまかばうようにまぶつかっているって形なんで、はい、まあこの辺が、ね、そのテロリストやのになんかえらい優しいテロリストとてことでちょっとまあこの辺がおかしいんちゃうかっていう形で、まあ、しかも、ね、この急旋回してぶつかっているってことで おそらくこの速度とかも落ちてるだろうし、うん、まあ急旋回すると、普通はその人間っていうのはまあ重力とかに耐えられないはずっていうところで、はい、まあそういったとこも言われてるんで、無人走行あったんちゃうかって形の疑惑とかもまあ出てるようでね。はいはいはい。まあちなみにこのペンタゴンに突入したとされる民間機をね、操縦していたのは、元米軍のパイロットだった、チャールズ・バーリン・ゲームっていう人物のようですね。ああ、まあ慣れてる人ってことですか、操縦にに、うん、このの人物はは実はその2000年に旅客機がペンンタゴに。 墜落したことを想定した緊急訓練に参加していて、まあ、軍隊をね、やめてから1年後に民間機のパイロットとしてペンタゴンに突っ込んでいるという形で、はいろいろとまあ事件と疑惑がつながっていくというか、だからまあ事件が起きる前から入念に見嘩をされた可能性があるという形で、そういった疑惑とかもあるという形なんですけども、最後にね、まあ、10個目の疑惑としては、2000年9月にアメリカ新世紀プロジェクトといって有力者が 保守のアメリカ防衛再建っていう形の論文をまあ発表していて、うん、この論文の賛同メンバーが翌年のブッシュ政権で要職についているっい形でチャイニー副大統領とかラムズフェルド国防長官とかウォルホビッツ国防副長官とかね、まあ、ブッシュ大統領の弟とかもいてるんだけども、うん、まあこの論文をインターネットで閲覧するとチャイニー副大統領とラムズフェルド国防長官の名前は消えてるって形でね、えー、で。 まあこの論文というのはその新しい真珠湾攻撃のようなことが起きなければ新しい防衛システムの必要性について国民の理解は得にくいという形のまあ記述とかもあったみたいで、うん、まあさらにね1999年には連邦緊急事態管理局がまあ作成をした反テロポスターとかにもワールドトレードセンターが標的になるような感じでデザインになっているという形でちなみにこの日本とかでも9.11のテロの事件でまあテロ対策特別措置法の審議がまあ始まったという形でね でさらにイギリスとかでも同じようにテロ容疑とかで700人ぐらいが逮捕されてねでまあ有罪とかは17人とかでイスラム過激やテロの容疑での有罪は3人だけだったって形で少ないただまあ逮捕自体はまあ大きく報道されて、まあ、ブッシュ政権とまあ共同包丁を取ってね、うん、ブリア政権もテロの恐怖を国民に訴えて大戦の戦争にまあ世論を誘導していったって形ではい、はい、だからまあその日本とかをまあテロ対策させることも このワードトレードセンターの9.11テロ事件が事前に、ね、知らされていた可能性もあるんかもしれないという形で知ってる人はもう裏で知ってたということですね。そでもちろんアメリカとかも軍事予算が年間、ね、2800億ドルだったのが4400億ドルまで一気に跳ね上がってさらにこのイラク戦争とかには戦費として3200億ドルとかでテロ対策とかにも1000億ドルの予算ができてね。うんでまあ、そののテロ事件は大幅に 予算を引き上げたた事件でもあったってだからそのまあメディアを黙らせるためにまあ大金を使ってでもやる価値があったって形の見方もできるって形でし、ね、まね当然まあこういった疑惑についてはメディアはね報道することはできないんだけども、まあ、日本とかでもね、まあ、できるとしたらまあやりすぎ女子伝説とかの1コーナーとかでまあちょっと扱えるかどうかっていうぐらいのまあレベルかなってとことなんでしょうけども 真面目な報道番組には絶対に扱えない。話題っていう形で、あんまり首を突っ込みすぎても危なそう。というか、まあ、いろんな疑惑がありすぎますもんね。そうですね。まあ、逆に言うと、この日本の安倍晋三銃撃事件とかもまあ、日本とか。でもね。テレ対策として予算が引き上げられることはまあ確実だしはい、はい、ま、海外とか。でも日本でね。これだけ重慶事件があるわけだから、まあ、引き上げられる可能性が。 あるってだからね海外からしたらまあ予算を引き上げるための口実となるんで、まあ、安倍様様っていう形で。 ただねカルト宗教の広告塔にさせられてしまったんで、はい、まあ国葬には行けないって形の状態ではあるんだけども、本当はね、めちゃめちゃまあ感謝していて、まあ、国葬に行きたい思いはあると思うんだけども、行、うん、けないって形ではあるんかもわからないですね。なんか今回はね、国葬もまあ16億、17億ぐらいかかるって言われてますけど、まあ、警備とかを考えたら、その額じゃ少ないんじゃないかとも、ね、言われてて、その辺でね、もしテロというかね、また同じような模倣犯みたいなのがあったら、まあ今回のね、別に国葬に関してはまあどうでもいいんだけども、<laughs> 来年のね、 さんをめちゃめちゃ増やせるってところで、あ<ー>まあ政府としては喜んでるんじゃないかって形で、当然ね、河野夫妻の警備費用とかも、まあ、今、8億円ぐらいから100億円ぐらいまではね、まあ、簡単に増やせるんじゃないかって形では、まあ、あるんかもわからないですけども、そんなに <laughs> まあなかなかね、まあ、9.11のゼロ事件っていうのは、いろいろとまあ疑惑が。 あるっていう形でもともとね,ねこの4機の飛行機が同時にハイジャックされるってこともめちゃめちゃありえないことだしまあ、ね、まあそのうち2機がワールドトレードセンターにまあ突っ込むっていう形でね4機ともこの大型旅客機をまあ操縦しなければいけないんですけども、うん、まずね小型機の飛行機を運転したことがあっても大型の飛行機っていうのは あそんなに、ね、そのテロリストが運転したことがないはずだししかもこれを狙い通りにワールドトレードセンターに突っ込むっていうのは、まあ、かなりテクニックがいるし、うん、実際、ぶつかっている角度とかも斜めから、ねまあ、ぶつかっているって形で初めてオーガート旅客機を運転するのに斜めの状態で操縦って形で、まあ、かなり、ね、あの難しいんじゃないかって形で、まあ、普通に考えたら、ね。うん 初体験の大型旅客機の操縦とかで、まあ、そこまでできるのはおかしいんちゃうかってい形の、そういった疑惑とかもあるし、失敗しそそうなもんですけどねまあそのハイジャックをした5人のうちね、1人でもパイロットの免許を持っていたのかは分かんないんだけども、うん、少なくとも大型は初めてだろうしいろいろとまあ謎が残るって形で、確確かに確かににただまあ1機はね、 この連邦議会議事堂に突っ込む予定だったのが、まあ、ペンシルベニアのホノマの野原に押したって形で言われていて、なってますけどもああいう大型の旅客機っていうのは、自動操縦で設定さえしたらそうなるみたいなことはできないんですかね、突っ込み方とか分かんないですけど、飛び方みたいなまあだからその辺が大型旅客機とかを、なりたらそういう形でできるかも分かんないんだけども、も 1>, 1日でね、4機もハイジャックもありえないし、まあ、そもそもね、これ飛行機っていうのは、その。 飛ばなないといけないとけから、まあ、軽量のアルミニウムとかの、まあ、類似の材料とかで作られていてその鋼鉄を反通できない形でなってるはずって形でね、うん、でしかもその乗員のいるねスペースを守るために前方っていうのは衝撃を吸収しやすい形になっていてね、まあ、潰れやすい構造になってるって形でるるまるしかもこのワールドトレードセンターに関しては まあそれもともとアスベストが使用されているという形で、うん、問題になっていたビルということも判明しているし、あ<ー>だからいろいろとまあだいぶ前から計画をされていたのかもわからないという形で、いろいろとまあそういった形での疑惑はアメリカの方とかでもまあ残っているという形でね、アメリカ国民とかもいろいろとまあ疑惑を持っている人が多いという形では言われてるみたいですけども追及、ここまでそんなにされてないということは、もう疑惑のままで終わるんでしょうねまあそうですね。 まあ、ちなみにこの一番怪しいと言われてる第7ビルの崩壊に関しては BBC が23分前にフライングで崩壊って形でまあ報道しているって形でね BBC っていうのはそのイギリスのメディアだから、まあ、そう考えるとねイギリスも20分前に崩壊が予言できたってところでいろいろと、まあ、あの疑惑があるいて形なんだけども、うん、まあやりすぎ投資伝スとかではね5ドル札と10ドル札と、まあ、20ドル札と100ドル札を飛行機型に追っていったら、まあ、ツインタワーが 崩壊してていく様子が見れるって形でねなんかね、まあ、そういったこととかもまあ言われてましたけどもいろいろとね起きた時間とかも2001年の9月11日の8時46分って形で、はい、まあ全部これを数字に直すと11で割り切れるとかね、はい、まあそういった形のこともあったりとか、はいろいろとまあ自作自演でやったんちゃうかとかそういった形でもアメリカとかでねいろいろとまあ言われたりとかしてるみたいですけどもまあ、ね、まあこの安倍晋三さんの、まあ、このねテロとかの事件に関してももしかしたらね 誰かが仕組んだものだとしたら、まあ、もしかしたら何かね、法案とかを作るつもりなんかも分からないですけどね。えー、<laughs> ただ、それどころじゃなくてね、まあ、カルト法案の方が先に作れみたいな感じのまあ状況に上なってますけども、なんか、安倍晋三さんが亡くなったことを理由に、まあ、これからね、スパイ防止法とか、まあ、憲法改正とかをうたい出す人がまあ出てくるかも分からないという形でね、まあ今後、どういう形でなっていくか分からないですけども、皆さんね、どういうふうに感じたのか、コメントもらえて嬉しいですねそうですね、ぜひコメントください。 あとチャンネル登録またの視者登録の方もお願いします。よろしくお願いします。